大自然の魔獣バギは1984年8月19日に日本テレビ系列で放送の第7回24時間テレビ愛は地球を救う内で放送されたテレビアニメ日本テレビと手塚プロダクションの共同制作遺伝子組み換えという21世紀の社会が抱えることになった問題の一つをすでにこの頃 取り上げていた手塚治虫の先見の民が光る作品である。遺伝子操作で生まれた魔獣バギを主人公両が退治に向かう現代パートは映画マヒルの決闘のようにアニメない時間と実際の放送時間がほぼシンクロしている。11時40分に現れる魔獣を待ち伏せる1時間半の間に主人公の語りの形で過去の権威が次々とインサートされる。 という作りの作品である。この作品にかけた手塚治虫の意欲は強く、制作作業は放送開始時間ギリギリまで続けられた。結果、ラッシュフィルム同然の不完全な状態でテレビ放送されたが、後に手直しが加えられた完全版が作られている。原作は大地の顔役バギだが、バギという名前だけが共通しており、原作のバギは、 オスのジャガーであるなどかなり異なった内容となっている。日本を遠く離れたモニカ共和国。そこに一人の日本人、ガンマン・リョウがいた。悪魔の乗り移った獣と人々が恐れる魔獣退治のため、バギが現れる場所を知るという少年チコを案内人としてその場所に向かった。チコにバギのことを問われたリョウはバギとの敬意を語るのであった。 新聞記者の父と遺伝子工学者の母との間に生まれた石上良介は両親ともに仕事で不在であることが多く一人ぼっちであった。寂しさを紛らわすために暴走族の仲間に入りバイクを走らせていたある日、ジャガーのような姿をした女性と出会う。彼女は良がかつて育てた子猫のバギだと名乗る。良は半信半疑ながらもバギの出生の秘密を知るため、 母親の職場であり、父が子猫だったバギを拾った場所でもある、超生名センターに忍び込む。二人は超生名センターの所長に会い、バギの正体が人間の遺伝子を組み込まれたアメリカライオンで、寮の母親によって生み出されたが9年前の地震の際に逃亡した実験動物の一匹であることを知る。所長はバギを殺そうとするが、バギは催眠術によって、 所長を操り、両の母親がいる、モニカ共和国、クカラチア研究所に二人を送り届けるよう手はずを整えさせる。数々のトラブルを乗り越え、バギと両は、クカラチア研究所にたどり着く。両は母親と再会したが、バギの今後や母親の研究についての意見の相違から、軟禁され、バギは、協力接着剤で拘束される。両の母親は、 高収穫の米を作るために遺伝子組み換え実験を行っていたが、できたものは強力な毒性がある米であった。毒性米を失敗品として処分しようとするが、共和国大統領は、毒性米を反政府勢力に食べさせるために量産しようとする。これを拒否した、両の母親は大統領に殺される可能性を感じたが、偶然現れたバギに、ボール状に固めた。 毒性米を持たせ、誰にも渡さないよう命じて逃がした。その少し前、見張り役のセメンボンドを振り切って、バギを解放した量は、知性や会話能力が衰え始めたバギと別行動をとっていたが、やがて母親の遺体を発見し、犯人がバギだと勘違いしてしまう。りはあだを打つと誓って、セメンボンドに弟子入りする。5年後、腕前を磨いたりのもとに、 バギを仕留めてもらいたいという政府からの依頼が舞い込んだ。バギは父の仇だ,だから自分で仕留めるために居場所は教えないというチコとの勝負に勝ったリョウはチコの協力を取り付ける。リョウとチコは自分の村にバギが現れたという怪我人の女性の証言により移動するがそこで4頭のアメリカライオンを退治しこれまで人や村を襲いチコの父親を殺したのもバギではなかったことを知る。 最初の場所に戻った二人の背後から軍が現れ、寮は自分たちが道案内に使われたことに気づく。軍は本物のバギが持っているであろう、毒性米を手に入れようとするが、バギの催眠術により、ケイたちは同志打ちをし、政府の役人が乗ったヘリはバギに破壊される。ようやくバギと対峙した寮は急に動きを止めたバギを仕留めたが、 バギーが首につけていた母のペンダントの中に隠されていた、母の手紙から真相を尻号泣する。翌日、布をかぶせておいたバギーの遺体は消え、自力で歩いた足跡もあったことから死んでいなかった、ことが示唆され、両は胸を撫で下ろした。ありがとうございます。